ンポン。ああもうこんな季節か。みん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 。暑い時期も過ぎて過ごしやすい季節になったもんや。みん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 。ああエアコンもしばらくは稼働停止やな。冬にまたお世話になるで。みん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 。さっきからみん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 うるせえ。みん何？みんそれはムーミン。みんそれはみりん。みんみんそれはみんみん。何？え今日からセミになります？そっか頑張れ。じゃみん。うぜ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 。揺れながら突進してくんじゃねえ。まあセミって急に突進してくることあるしな。みん昔夏祭りで浴衣着た時があってな。みん浴衣ってここめっちゃ空いてるやん。みんそれで焼きそばかなんか食ってる時にこのめっちゃ空いてるところからセミに侵入されてな。グヘヘ今グヘヘって言った。みんみんその後うちの浴衣の中を数秒暴れ回って首元から出てったんや。もうそれからセミ見るとゾワってなるねん。えいいんですか？いいわけねえだろ何する気だボケ。あ今のツッコミで致命傷セミ。語尾がいつも安直なんだよ。うーこれが本当のセミファイナル。それ意味ちげえから二度と使うなよ。ピンポン。はい、こっちに来てください。なんでや、聴力検査するんでこっち来てください。はあ、まあええか。よろしくお願いします。では右耳から。はい、じゃあ、聞こえたら合図出してくださいね。了解や。聞こえてますか？うるせえ。異常な人。異常なのはお前やボケ。ちゃんとやれや。え、あかりちゃん、私の声、聞こえてますか？なんだろう、取り組みの姿勢じゃないんだわ問題は。聴力検査言うたら、ピーって時にボタン押すやつやろが。え、こいつやばすぎやろ。ちゃんとやります。頼むでほんま。では行きます。ピー。口頭？違う違う。ピーって鳴らす機械あるから。革命？うるせえな。やるならちゃんとやって。はい、たく。では行きます。はい。鳴らします。合図を出すな。え、音を鳴らす合図を出すんじゃねえよ。検査の意味ねえじゃねえか。え、でも分かりにくくありません。それを測る検査なんだよ。ラストチャレンジ。ほんまこれ最後やで。では行きます。はい。怖い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 。え、何この声。めっちゃ低い声でピー言うてるけど。あ、それはロンボイスプリンス。略してボインが収録をしてくれて。略し方おかしくない？もうええ終わりや終わり。あ、待ってください。なんやねん。左耳もお願いします。だからもうええ中年。ピンポン。はい、そろそろ先生生誕1周年なので改めて自己紹介します。はい、どうぞ。アイアム、ユカーリユスキ。どうした？また頭のネジ飛んだんか？マジマンチーモンのプチプチギャルの18歳。時代感は統一してください。誕生日は12月22日。先生をやっています。活動内容は、バッタの調理法と高めの煮込み方を解説しています。やっとらんやっとらんやっとらん。え、じゃねえよ。そんなハウトゥー講座やったことねえだろ。じゃあもう少しメジャーなイナゴとか。違うんだわ。昆虫のバリエーションに問題があるわけじゃねえんだわ。誤解されるからマジでやめろ。いつもは、ショートコント動画やゲーム実況動画を投稿しています。せやな。具体的にはこういった有名アプリゲームでふむふむ主人公の名前変えて遊んだり、おいやめろ、超有名バトルロイヤルをプレイしてふむふむクマにやられたり、おいなんやこれ。ショートコントではいろんなネタを題材につつましいトークを選んだ。シーンの主張が強すぎるんだわね。面白いことしてるでしょ。なんだろう、ゲテモノだけ紹介するのやめてもらえます？てかもう時間ないで、最後くらいはバシッと決めや。当チャンネルはみんなの毎日にちょっとした笑いをおモットーに活動中。 YouTube で毎週月水金日に動画を投稿中です。毎日ちょっとした笑いがあれば人生なんだかんだいい感じ。疲れた時はぜひ遊びに来てな。これまでの活動を応援してくださった皆様ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。